幸せとは分かち合えるもの、悲しみは分け合うもの。雨なら傘になって、晴れたら影を作る。一番はグループに貢献できる農家になることが目標です。いいんじゃない、家族でとか。少しでも地域の活性化につなげていければと思ってます。生まれ育ったとこなんでね、やっぱり人口も減ってきてるんで、若い人が農業してみたいなと思えるような、そういう農家になりたいですね。野菜を育てるのが難しいっていうのが分かりました。そう簡単じゃないっていう。着々と目標には近づいていけてるのかなと思います。自分たちが引っ張っていけるように。